プロシードはかつてマツダが製造、販売していたピックアップトラックである。後継は2006年3月に発表されたマツダ BET-50。海外では B シリーズとして知られ、長い実績を誇った。主な市場が海外だったため、生産者のほとんどが輸出されており、日本での登録は非常に少ない。B1500 は日本市場の競合他社よりも滑らかで、 かなり強力だったが、著しく高価だったこともあり、販売はかんばしくなかった。エンジンは2.6リットル直列4気筒、120馬力の G6E 型ガソリンエンジン1種類のみで、これは三菱製 G54 バイト型のシリンダーヘッドを再チェシーのまま、3バルブ化し、燃料供給を EGI としたものである。はしご形フレームに、フロントはダブルウィッシュボーン。 リアがリーフリジットのサスペンションを組み合わせ、駆動方式は二足の副変速機付きトランスファーを持つ FR ベースのパートタイム式 4WD と至ってオーソドックスな構成で車両価格の上昇を抑えている。同じく海外専用車であった MPV も同時にデビューしている。日本国内ではグレードによって 3000mm という ロングホイールベースや全長五メートルを超える大柄なボディが災いし、販売は当初から低迷したが、後に登場したより、コンパクトな MPV と共に数少ない当時のマツダの SUV として、一定の商品力を確保していた。二千二から二千九マツダトラック b 四0 0 0エクステンデッドキャブ百九十四年のマツダノースアメリカンは、四代目 B シリーズの販売を終了し、 フォードレンジャーのバッジエンジニアリング版に置き換えた。これにより、フォードクーリエとは逆の状況が正規した。フォードが B シリーズを製造することになったことにより、B シリーズは松田ナバホに次ぐ2番目のフォード製松田車となった。生産ラインを日本の広島からアメリカのミネソタに移したことで、松田は小型トラックに適用される25%の軽肉税を回避することができた。 B シリーズは1980年代にトヨタと日産が開拓した市場で活躍することになった。プラットフォームを共有するも差別化は明確にしていた。フォード製 B シリーズは2010年に廃止されるまでの間、ボディやシャシーのリファインを続けた。2002年には名称をマツダ B シリーズからマツダトラックに変更した。2000年代以降フォード製 B シリーズは段階的に廃止され、 アメリカでは2009年に、カナダでは2010年に廃止された。2021年の時点で、マツダノースアメリカンは、BT-50 を北米で販売する計画はない。1974年から1977年に、かけて北米のみで販売された、ロータリーピックアップは、モハベ24時間ラリー1976に参戦し、マルコム・スミス、ジャック・スリーナン組が、 ガッチコルとダットさん 260Z に次ぐ3位の成績を収めた。ありがとうございます。